日高本線。日高本線は、北海道苫小牧市の苫小牧駅から、様2郡様2町の様2駅を結ぶ、北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道路線、地方交通線である。王子製紙の関連会社であった、苫小牧軽弁鉄道、1913年、大正2年10月1日開業と、日高宅色鉄道、1924年、 大正13年9月6日開業という2つの、軽便鉄道、機間、762mm を、改正鉄道敷設法別表第133号に、規定する予定線の一部として1927年、昭和2年8月1日に国有化して、改め期、期間、1067mm し、これを1933年、昭和8年から1937年、 昭和12年にかけて、2駅まで延長した路線である。計画では、襟も岬を回って、広を経て帯広まで結ぶこととされ、帯広側では、広線が、広駅まで開業していたが、広線は1987年、昭和62年2月2日に廃止されいる。未成区間の様二駅広尾駅間は、JR 北海道バスの日照線で連絡している。 2015年以降に発生した一連の災害の影響により、2018年9月現在で列車が運行されているのは、苫小牧駅向川駅間のみで、向川駅様に駅間は、並走する国道235号を使った代行バスが運行されいる。ただし代行バスは、静内駅において系統が分割されている。輸送密度は以下の通り。ただし、二千十五年、 平成27年1月の森土流出に伴う運休のため2014年平成26年度は2014年平成26年4月から12月までの実績を用いて2015年平成27年度は運休区間のバス代行輸送の人員を含めて算出している収支営業収益営業費用 営業損益と営業係数は以下の通り、いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。2015年、平成27年1月7日から8日にかけて、猛烈に発達した低気圧が北海道を直撃した。これに伴う高波による土砂流出の影響で、向川駅様に駅間が普通となっている。2016年、 平成28年9月16日現在、列車が運行されているのは、苫小牧駅向川駅間、下り8本上り9本のみで、向川駅静内駅間、下り8本上り7本及び、静内駅様に駅間、6往復は、大バスが運行されている。大工バスは、静内駅において、系統分割されており、2016年、平成28年8月17日以降、 同駅で乗り継ぎが可能なのは下り3本上り2本のみである。被災区間については、護岸工事を要するため復旧の見込みが立たず、JR 北海道は、広報検討を鉄道総合技術研究所に委託し、そのコンサルティング報告に基づき、寝方工の施工や、消波ブロックの設置などのほか、護岸改築などの抜本的な対策が不可欠だと判断。 同年4月28日に外産工事費と必要工期について2案を発表した。しかし、同年9月12日の台風17号による影響で、豊里駅清柴田経営機関及び厚賀駅、大軽部機関でさらなる路盤流出が発生したため、2016年、平成28年1月14日に修正後の外産工事費の算定結果発表した。2016年、 平成28年8月9日、ニーカップ町役場で開かれた第4回、沿線自治体協議会で、JR 北海道は、向川駅様に駅間の復旧後の維持に向け、単年度赤字分11億1000万円と、年間の防災、老朽対策費の5億3000万円、合わせて年間16億4000万円を、JR 北海道と管内7町で負担することが、 必要だとの考えを示した。これを受けて、北海道知事の高橋晴美は、JR 北海道に対して、維持費の詳細な内訳や、積算根拠を明らかにすべきだとの認識を示した。9月8日に開かれた第5回、沿線自治体協議会では、JR 北海道が年間3億円を負担し、残りの年間13億4000万円を沿線自治体が負担するように求めた。 JR 北海道は列車本数を減らすなどしても維持費は年間1億3000万円しか減らせないと説明しており上下分離方式を導入した場合も地元負担は同額だとされる。これを受けて10月25日までに沿線の7町は JR 北海道が示した地元負担の要求は受け入れられないとして大筋で合意した。その後2016年 平成28年に発生した一連の台風被害による影響で、さらに復旧費が増加し、同年11月に合計で約86億円になり、さらに運行を再開した場合の沿線自治体の負担が年間13億4、0円に上るとの試算を発表した。同年11月7日、沿線7町は JR から示された、 上下分離方式を含む地元負担額は極めて大きな金額であり、継続的に負担できないとして拒否することをまさに表明し、同時に JR 北海道に対して今後の日高線のあり方について鉄道事業者として責任ある回答をいただきたいと求めた。これを受けて JR 北海道は11月9日の定例会見にて日高本線の将来像については直接 関係自治体の皆さんに答えを返したいと返答した。豊里駅清柴竹駅間の被災現場の海岸沿いには波による侵食を防ぐため、金網で石を包んだ高さ1メートルほどの石かごが約100メートルにわたり2列並べられていたが、うち1列が台風10号の影響で流出し、応急処置として80個設置されていた消華ブロックも約50個流出したため、 同年11月に設置し直された。大刈部駅付近では台風による高波で、コンクリート護岸が倒れ、高さ3メートルにわたり、土砂がえぐられた。厚賀駅大刈部機関の被災現場は5カ所ほど存在し、国道235号から最も近い現場から、西には工事車両さえ入ることができず、残る4カ所は手つかずの状態となっている。向川町、カップ町、 浦川町は全線復旧及び維持を求める立場を崩さず、日高町は被災していない線路はすぐにでも運行を再開すべきだ、と早期の部分再開を求めたのに対して、ビラトリ町は廃線方針には反対だが、現実的な状況を踏まえて協議していかなければならないだろう。様に町は限りなく全線再開は難しい状況だとし、エディモ町では、 議論の長期化はすでに限界に来ている。バス転換もやむを得ないのではないか。たとえ復旧しても被災すれば、普通を繰り返すだけ。鉄道存続にこだわるより、住民の足をどう守るかの議論が大切ではないかとの意見も出され、将来にわたる地域交通のあり方への考え方には、各町でズレが生じている。また、 新日高町では、向川駅様に駅間の廃止は避けられないとの考えから、同区間のバス転換による新たな交通体系の再構築や、国道整備や高規格道路の早期延伸に向けた住民有志の市民会、日高の公共交通を考える有志の会が発足している。なお、苫小牧側の日高町など一部の自治体では、一連の災害でも、 大きな被害が発生しなかった向川駅日高、門別駅間の部分的な運行再開を望んでいるが、日高門別駅への折り返し設備工事等にも約1億円を要するとの試算が出されている。2016年、平成28年11月22日、日高町長は全線復旧を求める考えに変わりはないと前置き、 しながらも、日高門別まで再開できれば、隣接するビラ取り町も、不便が解消される、13億4千万円は、巨額だが、大きな被害がなかった向川駅日高門別駅間の、部分負担なら話は違ってくるとして、JR 北海道に対して、仮に日高町内まで、運行再開できるのであれば、折り返し運行に必要な設備の新設費用や、赤字補填、 施設維持費などの費用はどのくらいかかるか試算してほしいと伝え、沿線自治体の中では初めて一定の地元負担に前向きな考えを示した。また、岩倉博文苫小牧市長は、同日開かれた東胆ブの一市四町、苫小牧、向川、厚間、阿マ、アビラ、シの市長懇談会において、向川駅日高門別駅間の復旧について、 日高町から一市四町の市長混乱に参加したい、移行が正式に示されれば、連携を視野に検討するという考えを示した。2016年、平成28年10月21日、沿線の7町が代替バスへの転換を前提に、向川駅様に駅間の一部配線を容認することで合意したことが、北海道新聞で報じられたが、10月25日の、 苫小コ民法では7町の主張がそのような事実はないと否定した。2016年平成28年11月18日、JR 北海道は厳しい経営状況を理由に10路線13区間を自社単独で維持することが困難な路線として発表した。日高本線は全線が自社単独では老朽土木構造物の更新を含め、 安全な鉄道サービスを持続的に維持するための費用を確保できない選区とされ、経費節減や運賃値上げ、利用促進策、上下分方式への転換などを軸に、沿線自治体と協議する予定であるとした。2016年、平成28年12月15日、JR 北海道は少なくとも、日高門別駅様に駅間の鉄道による復旧を断念し、 廃止及びバス転換とする方針を固め、同年12月21日にその旨を、沿線八町、向川町、浦川町、日高町、平取町,町、新日高町、様二町、襟萌町に伝達した。JR 北海道の島田社長は廃止及びバス転換する方針を廃止時期には言及しなかったが、JR 北海道の方針が一方的だなどとして、 同日の説明会には、公務や体調不良を理由に、新日高、浦川、様に、エリモの四町長が欠席し、担当課長らが代理で出席した。なお、前述する向川駅日高門別駅間については、別途資産を出し、地元負担などで、運行再開が可能かどうかを引き続き検討するとも、コメントしている。この復旧断念のプレスリリースを受けて、北海道知事、 高橋晴美は、この度の JR の方針は、極めて残念とのコメントを発表した。2017年、平成29年2月18日、沿線の7町が、競技会において、新日高町から、デュアルモードビークル方式の導入を提案されたことを、受けて、DMV など、代替交通機関のあり方を調査、研究する、新しい組織を近く設置することを決めた。 2018年、平成30年7月31日、沿線7町の協議会で検討されていた DMV 及びその後検討されたバスラピットトランジット方式の導入が断念された。2018年、平成30年11月17日、沿線の7町が臨時会議において、日高門別駅様に駅間の復旧を断念することを決めたが、 同年12月25日には、浦川町が全区間を復旧したい意向を示した。2019年平成31年1月28日、新日高町で開かれた沿線7町の会議において、北海道町の幹部より、JR 北海道が向か駅様に駅間を廃止、バス転換した場合、海岸保全などを目的に被災した。 鉄道五岸の復旧に着手する意向であるという説明を行った。2019年、平成31年2月27日、新日高町で開かれた沿線7町の会議において、JR 北海道と各町が個別協議に入ることを決めた。2019年、令和元年9月19日、平取町が、向川駅様に駅間の廃止。 バス転換を容認する意向を示した。2019年、令和元年9月24日、新日高町で開かれた沿線7町の臨時会議において、ビラトリ町、ニーカップ町、新日高町、様マ町、エリモ町の5町が、向川駅様マ駅間の廃止、バス転換、日高町が、向川駅日高門別駅間の復旧及び日高、門別駅様マ駅間のバス転換、 浦川町が、向川駅様に駅間の復旧を主張した。全線を、日高線運輸営業所が管轄している。高波災害前は、苫小牧駅様に駅間の直通列車、下り5本、上り6本と苫小牧駅向川駅、静内駅間、静内駅様に駅の系統があり3時間以上、運行のない時間帯があった。また、土曜日、休日、休校日には、 ホリデー日高が西内発苫小牧行きで運行されていた。車両はキハ40系機動車350番台とごく、稀に苫小牧運転所のキハ40系機動車1700番台が使用されている。かつては当線限定運用のキハ130型やキハ160型が導入されていたこともあった。この路線では年末年始も休日ダイヤを採用せず、 臨時列車扱いで、向川初苫小牧きの夕方の列車を追加運行していた。臨時列車としては、千歳線直通で札幌駅まで乗り入れる優秀ロマン号がある。運行は、毎年5月の観光シーズンの数日のみで、ここ数年は、ニセコエクスプレスを担当する、キハ183系、5000番台特急系機動車が使用されている。かつては、 当線で通常使用されている、キハ40系機動車、350番台や、学園都市専用のキハ141系が、ヘッドマークを変えるだけで使用されたこともあった。なお、運転開始から一貫して、臨時快速列車の扱いだったが、2011年、平成23年度からは、臨時普通列車扱いとなり、全席自由席での運転となった。 当線内は定期普通列車の置き換えであるため各駅停車である。線路配線の都合で苫小牧駅で列車の進行方向が変わる。首都瀬線内の停車駅は同線を走行する中高特急と同じだがダイヤの編成の都合で運転停車を行い後続列車に追い抜かれる場合もあり、同線内での所要時間は快速エアポートよりも遅くなる。2014年 平成26年以降は運転されていない。宮沢賢治の小説、銀河鉄道の夜は、苫小牧軽弁鉄道時代の沿線風景をモチーフにしたのではないかと推測する論文も存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。